今自分が一番最もやりたい曲っていうことを考えたときに、はい、もともとシューベルト、ベートーベンなどは、はい、私 のバックボーンにすごくあるんですけど、はい、留学時代 のマルボロ音楽祭とかね、はい、そこでルドルフ・ゼルキンさんとかにものすごく衝撃を受けて、その頃彼がそういうの聞いてらしたんですよ。ですから、まあドイツロマンの主流というかしら、そういう一番音楽的に美味しいところ、はいはいはい、そういうところはまあみっちりしごかれた、はあはあ、若い時に、それでまあ私はその後バルトークに行っちゃったり、はい、ドビッシーに行っちゃったり、いろんなプロコフェプに行っちゃったり、いろんなそういう曲を弾いて、はい、ずっと今までやってきたんですけど、はいはい、結局のところまたそこに戻りたいなという、はい、そういう気持ちが強くなったんですね。ホームベースみたいなところに、そうですか。そう、あ、それで、すごくこうまたやりたくなって、はい、そのまたその中でも最も美味しいところというか、はい、一番すごい曲たちを集めてみるとこういう具合になったんです。ああ、そうです。最後のところで、これがいつのコンサートの、うんうん、はい、あはは、はい、それで私の、まあ、心が一番ホッとするところ、はい、うん、大変難しいんですけれども、曲は大変でしょうね。すごい、もう大変なんてことじゃないです。もう私の身を切ってやるというか、彼らが大変な思いで書いた分、こちらもそれと同じぐらい苦労しないと弾けないですね。苦労も喜びもものすごく身が詰まっているので、もう一音として余分な音は入ってないし、彼らのもう傑作中の傑作ばかりですから。でこの間も誰かに言われちゃったんだけど、うん、この曲が悪いっていうことは絶対言われないはずだからね、田崎さんに全部責任があるよねってその通りですね。その通りね。そう、そうですか。だからもう本当に一日一日もう何て言ったらいいかしら、彼らと格闘じゃないんだけど、彼らと一緒に彼らの気持ちになってみるということが第一条件です。ですよね。そうですか。でそれぞれの人はもう一番最後って言っても年がみんな違うから、はい、シューベルトなんて31で死んじゃったんですけど、はい、そうするとそういう年のそういう心境っていうのはどういうんだかちょっと想像もつかないんですけど、はい、ものすごい大曲を3つも書いてるんですよね。同時進行で死ぬ2ヶ月前シューベルトの前にね。でベートーベンはもういろんな覚悟があって耳も聞こえなくなり、はい、ハイリゲンシュタットの一生も書き、はいはい、それでまあその後ノリに乗り切っているようなところですよね、この先、大工が来たりするんですけど、その前の一番すごい、そうですか、ピアノ曲の最後に、ブラームスにおいてはもう本当に彼は自分の身の回りのことも整理し始めて、もう自分の死を意識しながら書いたピアノ曲の最後の商品たちですね。自分 の墓石の子守歌なんていうふうに言ってますから、そうですか。その中の1曲をね、ですからすごく意識してます。それでこれを書いちゃって119っていうのを書いちゃった後はもうクラリネットとか歌とかそういう方に行ってるんです。じゃあもうこのシリーズ終わったらもう田崎さんコンサートすることないですね。そう言われちゃってこれ以上のプログラムどこにあるのって、ね、プログラムだけはね、だから、ね、演奏もそれについてこないと、大変な作業だと思います。作業というかメンタルにもね。そうですね、両方ですけど、両方ですね。それでやっぱり若々しいんですよ、みんなシューベルトも。なるほど。エネルギーに満ちてるんですよ、もうすぐ死ぬっていうんだけど、なので私もちょっと健康も管理しなきゃいけないし。で今田崎さんお住まいは？お住まいはですね、八ヶ岳の山麓に住んでます。いいですね。山麓に、うん、最高なんですね。え、高根町でしたっけ？はい、そうです。あれそう、春はもう、もうこれから大変、もう緑が、緑は毎日3センチぐらい伸びていくわ。ですよね。で空の雲は動くわ、山はみんな見える、富士山も見える、ね、
貝駒ヶ岳。四月になるとあれですね、八ヶ岳が背中に来て、目の前に貝駒ですね。もう本当美しいとこですね。素晴らしいと思います。世界中で最も。いつか私ちょっとスイスに住んだことあるんですけど、山の見えるの、はいはい、もうそれにも負けないですよ。そうですか。その古き良き日本の生活がそこにあるんですね、はい、回覧板が回ってきたりとか、はい、私はそれ隣組ですね。そういうのがとってもね、なんだろう、素朴で。そうですか。私がまあいろんな嫌なことありますよね、そうすると それを全部ほぐしてくるっていうかな、その生活が。そうですか。でそこであれですか、だいたい毎日ずっとピアノ弾いてらっしゃるんですか？ピアノも弾いてるし、犬は2匹、猫は2匹いるし、はい、お料理もするし、まあいろいろ本当に生活臭い生活をしてます。はい、それが好きなんです。そうですか。それやんないと音楽に向かえないというか、一日こうやってたら。そうですよね。そうじゃなく、そこではね、本当スローライフをエンジョイするって言いました。でそれであれですか、なんか依頼があった時には出かけて行ってコンサートするとかいうことで、普段はそれが。もう主ですね。はい、じゃあ教えることもあんまりしてらっしゃらないんですか？いや、してますよ。だからレギュラーに東京に出てきてます。そうですか。はい、はい、そうですか。そちらではまあ主に自分の生活をスローに楽しむ、必要なんですよ。で、あの天気もね、あの付近はすごくいいんですよ。日本中で一番いいの。あの快晴率が一番高いあたりだと思いますよ。得しちゃった。今山梨県って最も住みたい県なんですね。そうですか。でいや中でもあそこの場所はいいです。あそこね、高根町の辺は、それで高速にも近いです。そうですね、そうですね。バスもすぐパッと乗ったら新宿ですもんね。だけども2階っていうのはまだわらぶき屋根とかうちの周りに3軒ぐらいありますから。そうですか。そうです。里山の風景、そこから出てくる音楽ですね。あ、そうです、そうです、ね、そういうことですね。そこでいつも雲を見ながら、私の目線のところに雲が見えたり、はい、本当動いたり、はい、色が変わったりとか、はい、音楽と同じかなって思ってたし、ね、大いにその辺も楽しみながら音楽に没入していただけたらと思います。没入してます。ありがとうございます。